ハロー YouTube、今日はですね、インターステラーテクノロジーズ社の、帯広支社工場に、来ております、こちらね、古い、物流倉庫を改造していただいているものでですね、非常にこちらの方でロケットエンジンの組み立てなどを行う予定でございます、ということで、今日のネタなんですけれども、レプリコンワクチン、というもの、最近すごく X なんかでもですね話題になっておりますけれども、明治製菓ファルマという会社が日本での、製造販売権を有しておりまして、実はアメリカとかヨーロッパでも別の会社がですね、そういった製造販売を今検討しているというか準備しているというような段階になります。日本ではもうすでにですね、定期接種の、新型コロナウイルス用のですね、ワクチン、通常のですね、メッセンジャー RNA ワクチンですね、ビオンテックファイザーとかですね、モデルナが出してる、ワクチン、メッセンジャー RNA タイプのワクチンに加えてですね、このレプリコンタイプのワクチンも、承認されることになりまして、定期接種に加えられることになります。こちらのワクチンなんですけれども、少量のですね、ワクチン接種をするだけでですね、細胞の中でですね、自己増殖をしていくというタイプなので、一回打つとですね、かなりその長持ちするということで、非常に有能なタイプのワクチンだというふうに思っております。まあ、もともとですね、ウイルスが持っていたですね、レプリカーゼっていうですね、酵素があるんですけれども、こちらの方でですね、メッセンジャー RNA の増殖だけをですね、やって、その後ですね、ウイルスはウイルスのその、細胞じゃないんですけれど、ウイルスそのものの構造体なんかも作っちゃったりとかして、体に有害なんですけれども、そういう有害部分を排除した形で、メッセンジャー RNA だけをですね、複製できるようにした、そういったタイプの、画期的な、ワクチンなんですけれども、これをですね、その後なんかシュレディング効果とかって言って、そのウイルスワクチンを打ったらですね、そのウイルスがなんか他の人たちに拡散されるなんてね、そういうとんでも論を信じちゃってる人たちが結構いたりとかして、例えばですね、一般社団法人日本看護倫理学会っていうなんか最もらしいね、医療関係者がですね、もう一部もとんでもない奴らがいるんですけれども、そういう人たちが声明を出したりしてるんで、まあ、とあるですね、全国チェーンの、ヨガの会社とかですね、一部のクリニックとかですね、そういったところが、レプリコンワクチンを打った人は入店禁止とか、言っちゃってるもんですから、それをなんか信じちゃってる人たちとかもいたりとかして、これとんでもねえことになっております。むしろですね、副反応を少なくする、効果が僕はあると思うんですけれども、少量の接種で、効果が、出るのでなんですけれども、もうとんでもないものだというふうに信じちゃってる人たちもいるわけで、これはもうさすがに看過できないということで、明治製菓ファルマ株式会社はですね、製造販売元の会社がですね、法的処置に出るという警告を、出しております。日本、看護倫理学会他4社ですかね、そういったところにですね、警告文だけではなくて法的処置を取ると、まあそれはとんでも論でですね、まあ実際にその患者さんのですね、役に立つワクチンなのにもかかわらずですね、それを、妨害する、あるいはですね、賛成党みたいなですね、反ワク政党の、議員がですね、レプリコンワクチンを接種しているクリニックに営業妨害行為を行ったりとかしてたりとかして、もうとんでもねえことになってるということで法的措置に出るという形になっております。もうこれはね、本当テロと一緒だと思いますよ。まあ、公衆衛生の観点からですね、ワクチンを接種すること、一定の副反応があったとしてもですね、全体の死亡率を下げるためにワクチンというのは開発されてきた歴史があるわけです。ジェンナーが手刀を発明した、その時期も100年以上前ですけれども、それから人間はですね、様々な、病原体に対してですね、ワクチンを、接種することで予防をしてきております。これがですね、我々のこのね、豊かな社会を形作ってる、
大事な装置なのにそれをぶっ壊しに来てる。これはもうテロ行為と言わざるを得ない。だから、製造販売元がですね、訴えるというのは私は応援したいと思いますし、今回の選挙でもですね、令和新選組とかですね、参政党みたいなね、反枠政党には絶対投票してはいけないと思います。ということで、いってらっしゃい。インターステラテクノロジーズでは、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。